ただいまより令和3年度全国高等学校総合体育大会女子バレーボール競技大会決勝トーナメント1回戦第1試合を行います。 A コート、青森県代表青森県立青森西高等学校対兵庫県代表兵庫県立氷上高等学校。 B コート、大阪府代表金蘭会高等学校対新潟県代表新潟県立長岡商業高等学校。 C コート、佐賀県代表佐賀清和高等学校対福島県代表郡山女子大学附属高等学校。 D コート、山形県代表米沢中央高等学校対長野県代表東京都市大学塩尻高等学校。以上の試合となります。試合に先立ちまして審判並びに高等オフィシャル委員をご紹介いたします。 A コート、ファーストレフェリー神戸良治愛知県。セカンドレフェリー丸山敦史埼玉県。高等オフィシャル委員は金沢桜ヶ丘水星金沢商業高等学校バレーボール部の皆さんです。B コート、ファーストレフェリー関野高木広島県。セカンドレフェリー川崎直子北海道。高等オフィシャル委員は金沢学院金沢西金沢錦ヶ丘金沢商業高等学校バレーボール部の皆さんです。C コート、ファーストレフェリー宮島秀樹長野県。セカンドレフェリー橋本克郎徳島県。高等オフィシャル委員は金沢桜ヶ丘野々市明倫金沢西金沢商業高等学校バレーボール部の皆さんです。D コート、ファーストレフェリー田中渡る大分県。セカンドレフェリー島田香織愛媛県。